開始。結局何も進展なかったわね。ひなた、ごめんね。背中を押すって言ったのにあまり役に立てなくて。
少しの間だったけど、ナルト君と一緒にいて、これまで歩いてきた道を知ることができた。ナルト君はやっぱりすごい人だって改めて気づかせてくれた。ひなた。でも、それでもナルト君はナルト君のままで、あの背中は変わらずにいてくれた。私はそれが。けどお前みたいなやつって結構好きだってばや。とても嬉しい。さくらさん、ありがとう。私、こうして3人で旅ができてよかった。お礼を言うのはこっちの方だよ。ひなたがナルトを思う気持ちは、私が彼を思う気持ちと同じ。ひなたの前向きな気持ちは私に勇気をくれた。さくらさん？お互い大変な相手を好きになっちゃったわね。さくらちゃん、ひなた、どうかしたのか？なんでもない、すぐ行く。ひなた、頑張りましょう。うん。風は舞う空を駆け、海を抜け、草を揺らし、優しき風はいずれ彼らの心を満たすだろう。来たる日まで忍び、共に歩む時まで耐える。かの道もまた先へ続く一つの道、それすなわち人道と呼ぶ。楽しかったってばよ。おっす。